おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬようだ。Thank you.
参る。再び招えよう。主を変えるつもりはないか。ザレ事を。ザレ事だと。このアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ従えてみせる。巴の神なら見せてやろう。参る。再び間に合う。
だ、巫女の忍び。参る。再び間に合う。
参る。再び参るよ。あなたが
なさったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。ようやく礼を。お主、アシン、私は何故助け、一心様は故にアシナ、はい、井戸底への踏み、そのただあなたには苦労さ。うむ、よく来参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、流因は人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい、私はそなたを救いたかった。時を戻せたとてきっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは淀みを生む。不死のちぎりも落ち水も流害も皆そうだ。人の、人としての生き方を歪めてしまう。私は流因の不死が生む淀みの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。父よ、鉄の掟を破る。できま、巫女、それが。そなたは私を二度か、あるいは巫女様を。そなたは不死の永劫の二狼よ。ありがとう。不死立ちについてだが、狼よ、このアシナの城に残っ戦況。ああ、しかし、うん、狼よ、とあるお方がお持ち、この子。かつてこのアシナの城には私とは別の流因の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名は
タケル様、この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。源の後期まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり皆、おそらくは狼よ。して、この城にはタケル様、戦況に帰るすべ、私は戦況への行きか、不死立ち。おお、ならば、いっ、あのお方なら狼。一心さ、ただ少し入る。屋根上に忍びが使う道だが。夜鷹の衆。ああ、こちらの開き。様の目を伺い、その先じゃ褒美に落ち水に見入られた我が孫、よく礼を言う。我が父忍び、なるほど、あの国とりはめぐそうは思う。あなたして、巫女様の目、その鍵。不思議ならば。不思議。尋常なすべでは死なぬ。死なぬもの。虫つき。わしも見た。真の像を貫こうが、首を。そういった化け物。不思議なら、苦労が目指す、不死立ちの尋常なすべでは。不思議は先方寺にあると。ただ不思議は抜けぬというぞ。抜け、ただそ、うん、だが今やあの生草ど、まともな行くか、不思議だ、そして関わる者の迷え戦かせっ、踊りも一心様だ。はい、不思議なら、そう、不思議、先方寺にある死ななるほど行。私の方はどうやら見つけた手がかり。手がかりと花、巫女様、これは作、それ流因の引き換え人タケル様がである。狼よ、この桜、ありがとう。わかった、目を、はタケル様の流因もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん、もう目を開けてよいぞ。は、それはタケル様にいた、大事にしてくれ。ギョイ、花とは、まずは これはタケル様が残さ、戦況に帰るためこのアシナを貫く、その水が
濃く溜まった場所で咲く。どうやらそれが源の水が深い渓谷。なるほど。ならばあの谷にはその落ち谷はいい。城の裏手、林の奥にある。言葉の通りまともな道はつながっておらぬが、行くか狼よ。はっ。一心様で源一。そうで、源一郎殿。それは落ち水のあなた、落ち当然に死んでいるはずの斬撃にた。あれはもともとは調べた書目、私の兄弟子大方道順は九郎様の聞いたして。そう、今までの私はいつでも臆す師として